どうも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 、外内装です。まずこの動画を見ている方、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで、今回は今週の乃木坂工事中を振り返る復活したいと思います。さよなら、さよなら。この今週の乃木坂工事中を振り返る、どういう動画かっていうと、毎週24時からやっている乃木坂工事中を僕が見て、面白かったところだったりとか、普通に感想だったりとか、そういったものをダラダラグダグダこちょこちょ話していく、そういったような動画になってますので、ぜひ皆さんもコメント欄で一緒に参加して感想とかを書き込んでもらえたら嬉しいです。ということで、早速今週の乃木坂工事中についてやっていきたいと思うんですけども、今週の乃木坂工事中は24枚目シングル新選抜クイズということで、24枚目シングルに新選抜となった4期生3人、さくらちゃんとカッキーとあやめちゃん、この3人が自分で自分クイズを作って、それを先輩メンバーたちに答えてもらうっていう感じだったんですけど、まずさくらちゃん、まず1問目、さくらちゃんのお父さん、が今蕎麦屋だけど、その前職は何でしょうっていう問題で、まさかのラジオディレクターっていうね、まさかのラジオディレクターっていうね感じだったんですけど、名古屋のその音楽関係の FM っていうことだったんですけど、さらにその遠藤さくらの、そのさくらの名前の由来が、小袋の桜から取ったっていう、もしかしたら遠藤そばになってた可能性もあると。でそこで1問目のさくらちゃんの商品がリトグリのグッズだったんですけど、いやさくらちゃんリトグリ好きなんだと思って、僕もリトグリ好きなんで一緒にライブ行きましょう。であとは寝る前というか、寝る時にしなきゃいけない、しないと寝られない、ことは何でしょうっていうことで、上の服も手も全部ズボンの中に入れて寝るということだったんですけど、これね、まあ、僕含め男性の人がやってたら、あ、そういう感じねっていう、ちょっとまあちょっとですよ、まあ、ほんとちょっとですけど、おかしな目で見られる可能性もあるなと思って、さくらちゃん女性なんで全然問題なかったんですけど、まあ、そういったこともちょっと考えてしまってしまいました。であとはこの今週の乃木坂工事中で令和の新ユニット激辛3人娘が誕生しました。全国民が待ち望んでいた令和の新ユニットですよ、激辛3人娘。激辛3人娘って聞いただけですごい赤いなっていうイメージあるんですけど、まあ、今後ねこの激辛3人娘の曲とかもできたらいいなと思います。で続いて2人目カッキーなんですが、1問目なんと、カッキーの小学生の時のあだ名がお前の眉毛45度。なかなかきついあだ名ですよね。だってあだ名だからこう、ね、ちょっとお前の眉毛45度ちょっと来てっていう感じですよ。僕が実際にそのあだ名で呼ばれてたらちょっと傷つきますけどね、傷つきますけどね。であとカッキーの商品のシマエナガがめちゃくちゃ可愛かった。ガチ北海道の鳥ってカズミンが言ってたんですけど、こうほんと真っ白でちっちゃくて、まあ実際見たらすげえ癒されんだろうなみたいな。まあでも正直言うとあのシマエナガよりカッキーの方が癒されます。であとはカッキーめちゃくちゃ器用で、めちゃくちゃ小さい折り鶴だったりとか、その発泡スチロールが作れるということで、あれすごすぎない？でもこんぐらいっすよね。そんな人間いる？こんなちっちゃい折り鶴作れる人間いるんやって、このように。しかも全部手で折れるっていうことで、僕普通の折り鶴さえも折れないですから、めちゃくちゃすごいなと思いました。続いて3人目あやめちゃんですね。1問目あれですね、あれですよ、乃木坂に入って初めて食べて感動したものとはっていうことで、それがかりんとうまんじゅうっていう、しかも伊藤かりんちゃんに作ってもらったかりんとうまんじゅうっていう、僕もかりんちゃんが作ったかりんとうまんじゅうを食べたい人生だったわ。で僕かりんとうまんじゅう自体食べたことないんで、まあどんだけ美味しいかっていうのが分かんないんですけど、まあでも大体味分かりますよ、かりんとうの味がするまんじゅうですよね。で続いてあやみちゃんの、日村さんの好きなところということで、まあ、これはね、いつも優しく見守ってくれるところということだったんですが、ここで真夏さん絶好調です。いや素晴らしいですね。めちゃくちゃ日村さんの悪口連発してましたし、真夏さんそんな言う人だったっけみたいな
感じだったんですけど、めちゃくちゃ面白かったですね。で、あと僕個人的にめちゃくちゃ笑ったところがあって、それがみなみちゃんのそのクイズに対する回答なんですけど、まあ、主婦だったりとか、そば湯を飲むだったりとか、これは回答じゃない、クイズに対しての回答じゃないですけど、あの座右の銘、あの一石二鳥っていう、みなみちゃんの回答最高だなと思ってめちゃくちゃ面白かったっすね。はい、ということでこんな感じで今週の乃木坂工事長振り返るは終わりたいなと思います。ぜひね、たくさんのコメント、それから高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。